レオン・バージンはベルギー出身でアメリカで活躍した指揮者。ブルッセルにレオン・ジェーヌ・バルザンとして生まれる。父はベルギー王立劇場のオーケストラの首席ビオーラ奏者であった。2歳の時にアメリカに移住。幼少期よりメトロポリタン歌劇場のビオーラ奏者に転出した父にバイオリンを教わり、エドアル・デル・ピエール・エンロットやウジェーヌ・イザイラの訓導も受けた。 1919年にニューヨークフィルハーモニック公共楽団のバイオリン奏者として入団するも、1925年からビオラパートに移った。1930年にアルテューロ・トスカニーニの勧めで指揮者に転校し、ナショナル・オーケストラル・アソシエーションの初代主席指揮者となった。1948年にはニューヨークシティ・バレエの創立指揮者となった。 1958年にナショナルオーケストラル・アソシエーションとニューヨークシティバレーの座を一旦退き、パリで解散状態になっていたパリフィルハーモニー管弦楽団を再結成して指揮活動を展開。また、スコラ・カントルムでも指揮法を講じた。1970年にアメリカに戻るとフルスのナショナルオーケストラル・アソシエーションの音楽監督を1976年まで務めた。 その後は、パリ、ボーシュルセーヌ、フリブールやロンドンなどで、指揮法を教えた。1924年に、アメリカ市民権を得た。フロリダ州、ネイプルズにて没。nationalorcagestral.orghatnytimes.com。ありがとうございます。